じゃあ続いてですね、続いて先ほど前田さんがちょっとですねいない時に説明したんですけれども、はい、質問コーナーというのが次のコーナーあります。でここはですねリーグそしてですね一般の方からの質問を11個用意してるんですね。でこの11個の質問に番号を振らせていただいてます。はい、でこの番号を皆さんに一つずつ答えていっていただいて、その番号の質問をその答えてくださった選手、あともう一人ぐらい聞けるかな、答えていただこうという感じになっておりますので、ちょっとね始めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこのいろんな質問用意されてますので、ぜひ面白い回答を期待しております。それではまず森本選手からお願いしようかな。森本さん、1から11まで何番がいいですか？では11番でお願いします。いいですね、背番号なんかそう来る気がしました。はい、ということでじゃあ11番ということで、あ、いいですね、バスケットボールを始めたきっかけプラス 3x3 を始めたきっかけを教えてくださいということでお願いします。すごくありきたりになってしまうんですけど、バスケットを始めたきっかけは、はい、兄がやっていたのでずっとくっついていってミニバスをやっていた姿を見て自然と始めたっていう。ああ、そうなんですね。やっぱり兄弟多いですよね、始められた方ね。 3x3 はなぜ始められたんですか？私は5人制の羽田ビッキーズっていうところにいたんですけど、はい、そこを離れた時にもう実はバスケットを引退しようと思っていて、でその時にたまたま東京ダイムに以前所属していた瀬崎里奈選手から、まあ、一緒にやらないっていう風に声をかけてもらって、まあ、彼女ともう一度一緒にできるならっていうことで始めることにしました。あ、そうなんですね。じゃあそこもちょっとこう、はい、ビッキーズのつながりでダイムもご一緒させていただいてる、してさせていただいたという形なんですね。そうですね、はい。なんですね、ありがとうございます。ちなみに伊崎さんどうですか、 3x3 始めたきっかけっていうのは何かありました？きっかけ、ちゃんとした大会に出たのは、ビーフマンのなぎさんと石川さんに誘ってもらって、たまたま空いてたんで、行った試合が公式戦初めてでしたね。そうですよね、伊崎選手、ビーフマンでもプレーされたことあるんですもんね。PR で。そうですよね。はい。なるほど、なるほど。一緒にプレーしました。はい、はい、はい。え、そこが一番初めてだったんですか？公式戦、なんか、ちっちゃいイベントみたいなのやったことあったんですけど、公式戦はそれ初めてです。はい、あ、そうなんですね。はい、やっぱり皆さん結構あれですね、いきなり、まあ、いきなり本番ってわけではないんですけれども、このプレミアが公式戦初めてですっていう方って結構やっぱりいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。前田選手どうでしょう、 3x3 なぜ始めたっていうのはきっかけはありましたか？まあ、私もその5人制を引退してから、まあ、バスケはもうやらないと思ってたんですけど、まあ、先輩から誘われてちょっとまあ3対3ならやってみようかなって思ったのが本当にきっかけなんですけど。そうなんですね。あ、そう、ちなみに皆さんにこれちょっとね聞いてみたいんですけど、結構この 3x3 ってその片面のコートじゃないですか。だからそんなにこの1対1してればいいんでしょうって思ってる5人制の選手って結構多いらしくて、意外となんかそんなに動かなくていいって思ってる選手が多いらしいんですけど、ちょっと一人ずつ聞いていきます。森本さん、 3x3 初めてやった時ってどうでした？しんどかったですか？そうですね、喉から血の味がしました。なんかそのキーワード結構聞きますね。血の味がするってキーワード。そうですね、私も多分そう甘く見てました。で練習会やるんで来てくださいって言われて、はい、でも辞めるつもりでいたんで1ヶ月ぐらい全く何もしてなかったんですね。でそこから初練習して間違えたなって思いました。結構同じバスケじゃないっていう感想とか競技間違えたなって思ってる人って多いみたいですね。うん、そうですね、5人制やってる時は確かにそういう風に見えてたんですけど、私もただやってみるとただの個人競技ではないし、1対1ばっかりっていうわけでもないし、はい、もう全然3人でしっかり喋って、ディフェンスはディフェンスで守って、オフェンスはオフェンスで、みんなで呼吸を合わせないとなかなかうまくいかないんで、やっぱり5人制やってるとそういう風に見えるかもしれないですね。ああ、そうなんですね。伊崎選手どうですか？はい、公式戦初はそのビーフマンだったと思うんですけれども、
その時ってどうでした、その体力面とかは。めちゃくちゃしんどかったです。僕ね、結構ね、それ覚えてますよ。あのしんどそうには見えなかったんですけど、はい、ビーフマンで出てらっしゃった時の試合はなんとなく覚えてるんですけど、やっぱり相当、まあ、プレッシャーもあったんでしょうけど、しんどかったんですね。はい、ガチガチです、はい、血の味しましたか、喉。血の味しました、喉から。あ、しました。鉄の味しました。ま、前田選手どうですか、初めてスレックスリーやった時って。私も久しぶりにその時多分バスケやったので、その1対1とかその元気なスピードっていうのが、まあ、持って3分ぐらいでした。あ、その後はもう足が全く動かなくなって。はい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 。今現時点ってどうですか、ラスト3分ぐらいからもう足がほとんど動かなくなるっていう意見も結構聞くんです。だからそこからもう結構やっぱり、まあ、精神力というか、まあ、根性とかですよねっていう話も聞くんですけど、やっぱりラスト3分ぐらいからそんな感じになってくるもんですか。男子と女子でも違うとは思うんですけども。いや、なってきますね。3分とか、その日のやっぱ4試合目とか、はい、やっぱりもう本当に足きつくなってくるんで、やっぱそこでいかに頑張れるかっていうのはあるんですけど。あ、やっぱりそうなんですね。じゃあ皆さんやっぱりあれですか、決勝、準決決勝あたりが一番しんどいってことですよね。わかりました、ありがとうございます。では続いての番号を井崎選手に頂戴したいと思います。井崎さん、番号を教えてください。6番で、はい、いいですね。やっぱり皆さん、あの自分の背番号、はい、6番は、はい、今一番ハマっていること、自粛期間だからこそハマっていることでも大丈夫です、教えてください。だからハマっていること、はい、自粛期間関係なしでハマってることでも大丈夫です。自粛期間で増えた体重を減らすことにハマってました、最近まで。でもだいぶあれじゃないですか、あのチーム練習とかできてるので、はい、コンディション的には普通の正常な体重になってきたんじゃないですか。コロナの真っ最中よりはなんとか。そうなんですね。なるほどな。ちなみにあれですか、コロナ明けはちょっと運動量増やしたりとか、トレーニングのちょっと強度を上げたりとかされたんですか。そうですね。行きつけのジムも閉まってたんで、相手からはなるべく行くようにしてます。なるほどなるほど。ありがとうございます。じゃあね、まだまだたくさん番号あるので、ちょっとどんどん行きたいと思います。じゃあ前田選手、番号を教えてください。11はもうありません。じゃあ、10番、はい、はい、なんとなく分かりました。11取られたからとりあえず横の10いったろみたいな。いや、もう一回11って言おうと思ったけど、ちょっとやっぱやめてました、はい、はい、ありがとうございます。10番は、3x3 選手の中で一番女子力の高い選手を教えてくださいということで、どうでしょう。他のチームもってことですか。あ、もう全然他のチームでも大丈夫です。でも他のチームあんまり女子力ですか。興味ない、興味ないでしょ。他のチームに興味ないでしょ。ひどい。まあ自分のチームが一番ちょっと分かりやすい自分チームになるんですけど、はい、やっぱり一番女子力あるのは桂選手で、チーム練習するんですけど、で毎回その B コートに集まってみんながこう練習するときに、ちゃんと私服で来るんですよ。ほー。もう練習とかだけでも、もう毎回ちゃんとこうジャージで来ることはなくて。なるほど。本当にちゃんと私服で来るので、そこは本当にすごいなと思います。あー、なるほど。じゃああれですか、練習終わってもその私服に着替えられて、はい、帰宅される。そうです。ほー、すごいですね。なんか一般、感覚的にはちょっと汗もかくし、はい、もうジャージでそのまま車とかだったらバーって行って、はい、もう練習して、まあ、そのまま T シャツだけ変えて帰ろうみたいな感覚があるかもしれないんですけど、それは女子力ですね。そうなんです。おー、なるほど。
森本さん、はい、1巡しましたけど2巡目ということで番号を教えてください。では7番で。7番、 OK です。7番はこれです。 3x3 選手の中で一番明るい選手、面白い選手を教えてください。そうですね、私が知る限り多分皆さんわからないと思うんですけど、ビーフマンの前田選手、はい、なかなかやらかしがあるだと思います。それは具体的にどういったことでしょう。事件を一つ教えてください。あ、でもあのちょこちょこ事件を起こしてるので、はい、そう、まあ実際にあれですよね、さっきもちょっとした事件がありました。そうですね、やっぱりそういうところを虎視眈々と狙っている選手なのかなっていうのは感じますね。まあ、あと彼女と私が、共通して言えるのは、大体チームでアップされる写真目つぶってる率が高いっていう。はい、で大体それ捕まれちゃいます。ちょいちょい事件を起こすというふうに言われてますけれども、ご自身でなんかそういうこう意識というかありますか。ああやっちゃったなっていう意識ってちょいちょいありますか。それともあんまりそういうのは気にしない性格ですか。はい、素晴らしいです。即答ありがとうございます。私多分そんなやらかしてないです。ちょっと一回見せてもらっていいですか。じゃああれですね、ご本人としてはもう全然普通にあの真人間として生きてるってことですよね。あの真人間、普通ですよっていうことですよね。そうです、そうです、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。Wi-Fi が OK です。あのね、前田さんが悪いわけじゃないです。 Wi-Fi がおかしいの気分です。はい、前田さんがちょっとあれとかじゃなくて、もう Wi-Fi ですから、これは。Wi-Fi です、はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、伊崎さん、はい、番号を教えてください。1番で。1番、おいいですね。1番来ましたね。1番、男子選手の中で、一番参考にしている選手がいれば教えてください。男子選手の中で。はい、なんかプレーの参考にちょっとこう真似してみようかなとかいうので、ちょっとこう真似してみたりとか、もちろんその 3x3 でも5人制でも大丈夫なんですけども、自分のチームになるんですけど、はい、ぜひぜひ。浅野くんとかは、はい、ああいうふうにリーダーシップ取れたらなとは思ってます。なるほどなるほど。やっぱりプレー面というよりはそのチームをまとめる方とか、そっちの方で参考にされてるっていうことですかね。そうですね。ちなみになんかプレーをこう男子の選手の真似して、今の私のこの形があるんですよとかっていう選手っていらっしゃいますか。真似してこの形、はい、例えば高校時代だったりとか中学校の時に、まあ、この選手のプレーを、まあ、じゃあ男子女子関わらずこの選手の影響も受けましたみたいな方っていらっしゃいますか。そうですね、すごいなって思ってずっと見てたのは、あの高校の先輩の清水大志郎くんですね。日立サンドフォワーズでやってた。それはどういったところがこうおーって思われたんですか。なんかそんなに身体能力とかは、まあ、失礼ですけど、高い方ではないと思うんですけど、なんかリーダーシップもあるし、あと、頭使ったプレー、すごいなって思ってました。高校の時から、ね、練習に取り組む姿勢とかもそうですし。はい、ああ、そういったところですね。わかりました。ありがとうございます。あるあるです。あるある。はい、タイムオーバーです。ということで、前田さん、もう一個数字を選んでいただいてもいいでしょうか。どうしましょう。2で。2番、OK です。2番はですね、これですね。試合に負けてしまった時の切り替え方を教えてください。どうでしょう。切り替え方。はい。あんまり負けたことないんで、わかんないですかね。違います。違う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 。
込まれてるよ、突っ込まれてるよ。でも 3x3 だと、その日でまず予選リーグをやって、はい、準決決勝とかっていうのになることが多いと思うので、まあ、その予選リーグで1回負けたとしてもまだこの望みがあってこう行けるっていうこともあるので、なんかそこで負けてもまあ次が試合があるとやっぱり頑張れるっていうか、まあ、切り替えてやるしかないので、結構昨シーズンの前半ですかね、なかなかちょっとこうチームとしてやりたいことがあまりその予選リーグでできずに惜しくも落としてしまった試合って結構ビーフマン昨シーズン多かった印象があるんですね。なのでああいった時にこの2試合目に臨む時ってどうですか、チームとして2試合目入る時ってもう完全にやっぱり切り替えられてるもんなんですかね。でもやっぱり1試合目が惜しかったなっていうのってあります。まあ入りはちょっと重たくこうちょっと引きずってるなっていう部分もあったかなって今振り返ると思います。そうなんですね。ちなみに皆さん今大会のそのカップ戦はトーナメントで負けたらもう終わりとなってしまうので、伊崎さんそのあたりってどうですか、こうチーム内でやっぱり話し合われてるんですか、負けたら終わりだからっていうこの戦術だったりとか。なんかそうトーナメントっていうのがなかなかないので、ジャパンツアーの時からもう大げさですけどこれが人生最後の試合だと思ってやろうって毎試合言ってます。すごいですね。森本さんどうですか、ダイムは。そうですね、私たち出だしが悪いっていうのが去年からずっとあるんで、練習中紅白戦やる時も、まあ、スタートというか、まあ、その週の試合に出る組でやる時はもう本当に出だしが肝心っていうことは意識してやっています。ああそうなんですね。ビーフマンはどうですか、前田さん、何かそういう話されてるんですか、例えば男子の選手のこのトーナメントの話をちょっと聞いてみたりとか。まあ、男子の試合を見てこう勉強して私たちもじゃあこういう風にやろうっていうので話し合ったりっていうのはありますね。そうなんですね、ありがとうございます。ということで皆さん、質問コーナーたくさん答えていただきありがとうございました。それではですね、ここまで出場選手の皆さんにたくさんね、魅力的な話を伺ってまいりましたけれども、最後に3選手の皆さんから意気込みをいただきたいと思います。では最初に森本選手お願いいたします。はい、まあ、冒頭でも話した通りカップ戦になり負けたらもうその場ですぐ終わってしまうので、まず一つ一つ積み重ねて私たちは勝つことをと、そうですね、それこそ伊崎選手がおっしゃった通り私たちも一試合一試合がこれが人生最後って思いながらやれるようにして、まあ、優勝したいと思います。ありがとうございます。では続いて伊崎選手お願いします。今回無観客で配信になるので画面で見てる人にも伝わるぐらい面白い試合ができたらなと思うので、みんなで楽しんでやりたいと思います。ありがとうございます。では最後に前田選手お願いします。はい、このコロナ禍で試合ができるっていうことに感謝して一つ一つやっぱ勝って自分たちらしい試合ができるようにしっかり準備をしていくのと、本当にこの無観客でライブ配信だからこそこういっぱいたくさんの人に見てもらえるっていうところも一つの魅力だなって思うので、そういう人たちに向けて 3x3 っていうのがこう女子の試合もやっぱ面白いって思ってもらえるような楽しい試合にしていきたいと思います。ありがとうございます。3選手の皆さんにね意気込みをいただきましてありがとうございます。ということでいよいよですね、今週末、女子は今年初の試合となります。そして男子は3大会目となる 3x3.exe プレミアジャパン2020カップが開催されます。観戦は引き続き皆さん配信となりますので、配信のみとなりますのでよろしくお願いいたします。11月22日日曜日10時45分から 3x3.exe YouTube チャンネル、配信と一緒ですね、今ご覧いただいているこのチャンネルです。この YouTube チャンネルにてライブ配信をいたします。
ロスター、そして公式グッズが当たる、SNS 企画などなどですね、大会に関する詳細情報は、この投稿の概要欄、そして 3x3.exe オフィシャル、SNS でご確認いただければと思います。それでは選手の皆さん、たくさん楽しい話伺うことができました。ありがとうございました。それでは来たる11月22日をファンの皆さんお楽しみにお待ちいただければと思います。3x3.exe プレミア TV でした。選手の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。